最近インスタ映えってよく聞くんですけどもね、なんかそのハエの種類やと思ってたんで。はい、お疲れ様でございます。はい、今回も100円ショップで面白い商品を見つけましたので紹介していきたいなと思います。 LED SMD 電球ペンダントライト。この SMD のこの意味がちょっとわからないですけど、ロープの長さ約115センチ、1メーター15センチ、結構長いんじゃないですかね。 LED 1SMD ちょっと呪いだ。連続点灯時間約17時間、単4電池別売りかける3。はい、それでは開封していきます。あ、セロテープでついてある。ハサミいるか。お、上向きに入ってる。あ、電球型ですね。あ、こういうタイプか。そうか、ああ、そうですよね。はい、ここがオープンって書いてますね。これをスライドすると、お、電池が3個入るようになってます。それではちょっと使っていきたいなと思います。はい、単4電池3本を準備しました。強微マンガン電池ってね。まあそれはいいんですけども、あ、またピントが後ろのこの箱に合いよるやん。はい、これを3個入れて、これどっかスイッチあるんですかね。はい、これを蓋しまして、あれ、どうやってつけるんですかこれ。あれ、スイッチがない。回す。あ、ちょっと説明書を読みましょうか。パッケージの方、吊るす、巻きつけるなど様々な用途に応じて使用可能。電池式だからコンセントがいらない場所でも OK。照明やインテリアとして使用。シールを貼ってデコレーションしても20丸。20丸、これ本命ということですか。北三ブラックみたい。北三ブラックちょっと引退したんですけども。電池セット方法、単4電池3本使用。バネのある側が、ここに書いてましたね。スイッチオンオフ、引っ張るって書いてます。しっかりと本体を手に持ち、ロープを引っ張るとオンオフが切り替えられ、点灯消灯します。吊るす箇所の強度やロープしっかり結ばれていることを確認し、安全にご使用ください。はい、それでは引っ張っていったらいいっていうことですね。はい、それでは引っ張ってみましょうか。はい、お、まあまあ明るい。ちょっと部屋の照明切りましょうか。あ、これまあまあ明るいんじゃないですか。これ LED 何灯ですか。いっと、いや、ちょっと分解してみないとわからないんですけどもね。いや、これ何ルーメンっていうのがちょっと書いてないんですけどもね。なんか昔の、なんて言うんですか、トイレの電球みたいな。40W、そんなもんですかね。ちょっと本読むにしては暗いんですけども。そしてもう一回引っ張るとこう消える。あ、これ面白いですね。オンオフが面白い。あんまりこうカチャカチャやってると壊れたりするかもしれない。眩しいな。今の下りカットかな。はい、というわけでこちら、ダイソーの方で100円で購入できますので、まあ1個ぐらい買っといても、どこに使うの？押し入れとか、そういうとこですかね。これ、コンセントないところとかに便利ではないでしょうか。株式会社グリーンオーナメント。知らん。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。